どうもヒデさんです。ハイエース納車から1年経ちました。新古車で買ってからね、この1年で走った距離はおおよそ 17,860 キロ、そこそこ走ったね。自分なりのカスタムもしましたよということでちょっと紹介。シートはビニールレザーに交換して、この肘置き結構重宝しております。こちらはネズミ捕り対策用のレーダー、何回かね助けてもらって元は取った感じ。そしてこれがねデジタルのバックミラー、ドラレコ機能もついてるよってことでね、切り替えができて、後ろ前そして車内、後部座席もビニールレザーで、ここの部分もカバーかけました。そしてモニターほとんど見ないね。後部座席を倒すとここからね道具アクセスできるよと。ただ下の段はね引き出せない、設計ミス。車内のランプはすべて LED 化してランプ色にしました。荷台はベッドキットでかさ上げしてあげて、このような形、結構積載量あります。そしてサイドのガラス部分には板をね、貼り付けてあげて、そこにね物をぶら下げられるような状態にしてあります。これもね LED、 あまりね物をぶら下げすぎるとね重さで板が外れてしまうので、その辺は加減を見ながら、来年はここ塞ごうと思ってます。以上、1年経ったハイエースでした。